私はリンクス。ベロブルグの雪原観測隊の隊員だよ。仕事に関することなら、勤務時間内に私を探して。他の時間だと、いないから。うん。じゃあそういうことで。さよなら。寝袋、レジャーマット。うん。問題ない。そろそろ出発しよう。ふぅ。ここで野営しよう。今夜は、オーロラが見られるといいけど。ランドゥー家の行動原理はシンプルだよ。やりたかったらやればいい。私は雪原を見たかったから、観測隊に入ったってわけ。心配すべきは準備を怠る人であって、私じゃないと思うけど。え？一人で探検するのは危険？一人だからいいのに。雪原での探検は予想外のことも起こるけど、それを解決するのが楽しいんだ。誰かと会話するときは、必死に話題を探して、常に相手の意図を押し量って。めんどくさい。でも、ペラと喋るときだけは、余計な気を使わなくていいんだ。カンタバレーの山風には気をつけて。あれは、猛吹雪の予兆だから。絶対に夜のカンタバレーにはとどまらないで。吹雪のせいで、ベロブルグ以外の全てが埋もれちゃった。もちろん、旧世界の歴史も一緒に。でも、私が雪原に行けば、そういうものも、再び日の目を見ることができる。それなら、行くしかないよね。そうすれば問題が解決するんだから。ブローニャ様は、毎日たくさんの人を相手にしてるから、きっとすごく疲れるよね。姉ちゃんは多芸多才だから、結構尊敬してるんだ。今の話は聞かなかったことにして、姉ちゃんには言わないで。兄ちゃんは働き者で、すごい人。あんなに私の心配をしなければ、もっといいんだけど。大抵のことは、ペラだけが理解してくれる。確か、兄ちゃんが追ってる指名手配犯だよね。でも、たまに雪原で見かけるような。あ！もしかして、あの人が伝説の、ベロブルグの雪男！よし、木を見計らって。リンクス、冷静に。観測の記録を開始する。目標出現、最終の準備を。椅子、持ってくればよかった。ごめん、ちょっと失礼。リラックスして、深呼吸。ほら、塩分補給。あ、虫に刺されちゃった。止血しないと。遠くに行くためなら、どんな手段でも、全部使ってやる。えい！みんな、ごめん。新たな旅立ちだよ。助かったよ。この一歩も計画のうちだよ。持っていこう。きっと役立つよ。サバイバルのノウハウだよ。この道はあまり良くないかな。休もう。体力を回復させて。